ドラール1 5ラム上。クアゼパムは、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の一つ。中時間作用型。無臭、無味。メタノール、ジエチルエーテルにやや溶けやすく、水に溶けにくい。日本では、田辺三菱製薬からドラールという商品名で発売されている。また、高発薬品も各社より販売されている。連用により依存症。 急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における習慣性医薬品である。他のベンゾジアゼピン契約剤と同様に 不安や緊張をほぐし、睡眠を促す。短期的な不眠症の治療に用いられる。脳にあるガバー受容体に親和性を示すことにより、受容体を介して、睡眠導入機構に作用すると考えられている。アルコール、中枢神経抑制剤、モノアミン酸化酵素阻害薬、シメチジンとは、併用に注意が必要である。倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、 脱力感、吐き気、発疹など日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、 錯乱や興奮が生じる胸が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。 ありがとうございます。